それで、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、昨日ある問題があったんです。ごめんね、俺はこういう性格だから言っちゃうんですけど、まあ、ワトイのインスタライブになった瞬間にこう見てる人がどん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 減ってったと、減ってったというのが悲しんでくださってる方々がすごい多くて、で僕はその気持ちはすごく嬉しいなって思うんですよ。そうワトインに対して興味を持ってくれて、ワトインをこう思ってくれてるっていうのが僕はこうすごく嬉しくて、ただね、現状の僕に関して言うと、今は全く数が減るとかは、そりゃめちゃくちゃぶっちゃけた話をすると、ちょっとはねそりゃちょっと悲しくはなりますよ。そりゃそうです、それはそう。だけど今はもう一人でも多くの人にワトインを見てく、ワトインをこうしてくれたらすごい嬉しいなっていう思いがめちゃくちゃすごくて、っていうのも、まあこのインスタライブっていうか、僕のインスタライブが多くの人にこう見られ始めた時ぐらいから、まあワトインのメンバーをこうやっぱね、そりゃそうじゃん、まあなんていうの、大勢の人に見られてる間に、自分のこうグループというか自分の大切な人たちを紹介して、もっとより多くの人に知ってほしいっていう気持ちが生まれるのは、まあ、割と普通なことなのかなって思っちゃうんですけど、まあ、そういう気持ちが働いて、まあ、紹介してたりとかしたんですけど、まあ、そういう話になった時に、今まではどうだったかな、まあその時からもブワーンって、やっぱそりゃそうなんですよ。僕のインスタライブを知ってくれたのはやっぱりブルームがきっかけで、君の花になるがきっかけで、で違う話になったってなったら、絶対にやっぱ、あ、私は今それじゃないとか、なんだろうな、なんか感覚的には、国語の授業をこう取ってたのに数学の話をされちゃったら分かんないみたいな、多分感覚だと思うんですけど、それでいいと思うんですよ。全然それでいいと思うんですよ。だから僕は全然その人のことを責めるつもりはないし、僕でもそうです。あ、国語の授業を国語聞きたいなと思って、こうやって教室入ってきて数学のいきなり話をされたら、え、分からんってなっちゃうと思うんですけど、うん、まあでも最初の方こそはちょっと、まあマジかっていう、やっぱこうショックな気持ちもあったんですよ、うん、こう今までやっぱ僕はワトインとして活動してきて、ワトインを知ってほしくてっていう気持ちがやっぱあって、でだけど多くの人に知ってもらってるからこそ、やべ、ワトインをみんなに届けたいのにっていう気持ちがやっぱ勝っちゃって、その人たちは何も悪くないんですよ、何も悪くないんだけど、数に注目してしまってこう、まあ、ショックを受けたことがあったんですけど、その時にメンバーの反応が俺はめちゃくちゃ印象的で、やっぱこうメンバーは、僕だったら自分が入った時にこう減っちゃったりとかすると申し訳なく思ったり悲しくなっちゃうんですけど、だからこそなんかちょっと申し訳ないなって思っちゃったりもしたんですけど、もうワトインのメンバーってすごくてなんか、え、まだ何人も見てくれてんじゃんみたいな、え、おマジでこんな愛系人残ってくれんのマジ嬉しくねみたいなのを言ってんすよ。だから俺はそれを聞いた瞬間に、あ、こいの人たちが仲間でよかったなって本当に思ったし、なんかもっとこの人たちの素晴らしさだったり、自分がいるこのワトインっていう場所をみんなに知ってほしいなっていう思いがもっと強くなったし、あとはなんか、うん、俺がしてた心配っていうのは余計だったなって思って、そこからなんだろう、いろいろな話を、ワトインのことをもっともっと以前よりみんなには伝えたいって思ったし、やっぱりですよ、僕はもちろんブルームもすごく大切です、それはもう絶対そうだし、だけどやっぱ僕の中ではワトインからスタートしていて、ワトインの八村凛太郎であることには生涯変わらないので、僕の中ではワトインがホームだし、これはこの場合は本当にもうどっちがどうっていうのはないんです。
ないの。これだけは分かってほしい。ないんです。なんでかっていうと、それほどに、ブルーム、君の花になるのことに、ブルームの君の花になるには、やっぱ全力をかけてきたから。自分が全身全霊でしっかり向き合って、ブルームのメンバーとここまでの仲になったし、そっちではそっちの関係性があって。だから、それは、大事です。すごく大事です。本当に。だけど、どっちがどうなんて本当にない。ワトインがいなかったら僕は今はないし、ワトインのメンバーがいなかったらこの僕はないし、ブルームで辛かった時とかがあって、それはもちろんブルームのメンバーに助けてもらったこともあるけど、もちろんワトインのメンバーにも相談していて、で、なんだろうな、僕を支えてくれて、だから、まあ要は言いたいのは、まず一つ目は、僕の周りにはすごく素敵な人たちばっかなんです。これだけは言わせてほしい。そうだから、まあ僕がそうすごいってことは本当になくて、だからこそこうありがたいことに今こんだけの数の方が見てくれている中でもちろんあれだよ、正直言うと、ぶっちゃけて言うとだよ、これはみんなに言っちゃうぞ、ぶっちゃけて言うと、君の花になる、2023年君の花になるが終わってから、果たしてどれぐらいの人が僕のことを見続けてくれてるんだろうっていう不安はあります。あります。ありますよ。けど今こうやって、より多くの人が僕のことに興味を持ってくれているうちに、がワトインのことを知ってほしいな、少しでもこう伝わってくれたらいいなってすごく思うんです。そうだから言いたいこと二つ目はね、ちょっとごめんね、文が話してる言葉がすごく脈絡のない複雑な感じになっちゃってるんですけど、伝わってるか不安です。不安になりながら喋ってるんですけど、まあ、伝えたいこと二つ目は、僕は全然構わないです。なんか話す内容がこうだからいなくなっちゃうとか、コラボしてるからどうだとか、一人だからどうだ、抜けちゃう人がいるっていうことについては何ら全然ないです。本当にない。まあそれいてくれたら嬉しいよ、いてくれたら嬉しい、いつでも聞いてくれて嬉しい。でもみんなやっぱり興味があることが他にあるし、さっき言った話の通りです。自分が興味あることをこう見に行ったつもりが、全然自分の知らない話だ、ちょっと一回外に行ってみようっていうのは全然ある話だと思うから、全然大丈夫です。ただなんだろうな、そこでこうちょっとでもなんか、あ、知ってみようかなって思ってくれてる人がいて、あ、ワトイン最近ちょっとよく耳にするなとか、リンタロウくんのちょっと一人のインスタライブ見てみようかなとか、なんか思って残ってくれてる人だったり、こうやって一人の時に見に来てくれてる人がいて、だって知ってますか、それ本当に150人とかあったんですからね、それが今こんだけの数が僕が一人で喋ってるだけなのに見てくれてるんですよ。あ、それがなんだろう、僕はすごく嬉しいし、数じゃないけど数っていうものにはすごく力があるんですよ。で実際にやっぱりブルームだったり君の花になるのおかげで今僕をこうやって知ってくれる人が増えているのも事実だし、ワトインのことを知ってくれている人もいるのも事実だと思うんです。だからこそなんか、なんだろうな、ごめんな、伝えることがずっと同じことなんだけど、でも要はなんかな、まあすごくみんなはいろいろな多分心配をしてくれたりとか、僕だったりワトインのことを思って、ブルームのことを思ってやっぱ発言をしてくれてたり行動してくれてたりすると思うんですけど、それはすごく感謝しかないです。どの行動も感謝しかないけれども、僕自身はこう思ってるっていうのを伝えたかった。
って。うん。僕は、こう思ってます。そうです。だから、なんかシュートが言ってんの？てかシュートがいるのか、ごめんな、反応できなくて。シュンヤもいるっていうのさっきちらっと見て、ごめんね、反応できなかったら、ほんともすまんね。そう、まあ、ごめんな、ちょっとコメントが覚えなかった。だから、やっぱ、僕がこれを伝えたいなって思った時は、僕はそれを伝えます。し、僕がこれをやりたいなと思った時はそれをやりますし、僕が誰と何をしたいかっていうのは僕が決めます。だけどそこの僕が決めるっていう中にいろいろな要因はあると思います。みんなが願ってくれたり、コメントしてくれた内容をやっぱり僕が受け取って感じてっていうのがコミュニケーションだと思うし、このインスタライブの素敵なところだと思うし、インスタライブだけじゃなくていろんな SNS のなんだ素敵なところだと思うんですよ。だから全然みんな言ってくれていい。それでなんか荒れちゃったりとかしたら俺は嫌だよし、いう覚悟を僕も持ちます。その時にやめてくださいっていう覚悟を僕は持つんですけど、だけど、なんか、このインスタライブがどういうインスタライブになろう、なったりとか、そういうのは僕次第だって僕は思ってるんで、うん。やっぱり僕が、ね、今はこうやって、なんだろう、真面目な話をしますって冒頭でこう、真面目な話が多くなっちゃいますってこう、冒頭で伝えて、で、それをこうずっと喋ってて、コメント欄が、こうみんなのね、僕は今もうみんなの温かい言葉にすごくすごくなんか助けられてるんですけど、そうなってるのも僕次第だし、それを受けて行動してくれているあなた次第だし、うん、楽しい時、僕がボケまくってる時にはそれを突っ込んでくれてるみんなのコメントがあるし、みんながボケてる時には僕が突っ込む流れがあるし、ワトリの話をしてる時にはやっぱりそういうのに興味を持ってくれてる人のコメントがあったりとか、だからまあ結局はこちら側次第なところがあるし、うん。いやでもそうね、一貫して最後伝えたいこと3つ目、何つ目だか忘れちゃったけれども、僕はこれはちょっと今日ラジオの収録だったんですけど、ラジオの収録でも言ったんですけど、自信しかないんですよ。自信しかない。それは僕にじゃなくて。こう言ったらね、なんか自信満々なあれみたいになるけど、まあもちろん自信がなくはないですよ。うん。だから僕は自信しかなくて。それは、ワトインのメンバーに自信しかなくて。だから、なんか今、こうやって君原のおかげでとか凛ちゃんのおかげでワトに知れました、凛太郎くんのおかげでワトに知れました、やっとかって思ってる僕がいるんですよ。ワトのメンバーにはすごくこう自信しかない、うん、ワトには自信しかないんです。すごくいいメンバーに囲まれているし、優しいあったかい素敵なメンバーばっかで、でなんかそんな奴らとこう音楽を届けてるっていう、それが今少しずつ多くの人に届き始めてる状況で、もっと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 その大きさを大きくしていきたい、大きさを大きくしていきたいっておかしいな、もっともっとそのなんだ輪を大きくしていきたいなって思ってます。うん、本当にね、たまに見るんですよ。凛ちゃんきっかけ、凛太郎くんきっかけでワトイン知って、凛太郎くんには申し訳ないけれども、今はワトインの朝日くんが好きです、りょうくんが好きです、ノーくんが好きです、ふうくんが好きです、りゅうたくんが好きです、ごめんなさい、ずっ
全然いいむしろ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいです。ワトリの気持ち悪いところがあって、あのなんかまあ特典会とかやらせてもらってるんですけど、その時にあのその時にだよ他の人の推しになっちゃいましたごめんなさいみたいな、箱推しになりましたみたいなのを言われた時に、みんなでめちゃくちゃマジでありがとうとかって言うんですよ。それぐらいもう僕以外のメンバーも他のメンバーに対して自信しかないし、ワトリに自信しかないんですよ。だから全然いいっす。まあちょっと朝飯でちょっと朝飯でだけど、あの今回を踏まえて僕のことを知ってくれたり興味を持って、くれた人にはワトリンを知ってほしいです。ワトリンの音楽を知ってほしいし、ワトリンのパフォーマンスを知ってほしいです。で2023年も頑張って活動していくから、なんかそれはあのカウントダウン TV でぶっ放していくんで、だからまあなんか少しでもパフォーマンス見てほしいなって思うしさ、なんか少しでも僕らのこと知ってほしいなって思ってます。だからこそのこういうインスタライブっていうのもあるしね。うん、みんなと話したいし、うん、楽しい時間が作れたらなって思ってるのがもう一個ありますけど、っていう感じです。ごめんな、なんかあんままとまりがなくてめちゃくちゃ喋ってしまいましたけれども、なんか僕の今のこの気持ちがなんかちょっとでも伝わってたらすごい嬉しいです。はい、言葉足らずなところがあって、もしかしたら勘違いをして傷つけちゃってる方もいるかもしれないんですけども、あの僕は誰も傷つけるつもりはないし誰も悪いと思ってないので、うん、そこだけはもし勘違いしないでもらえるとすごい嬉しいです、はい、っていう、ごめんな時間でした。なんかね、こういう話をしちゃうとね、やっぱり真面目な雰囲気みたいなのが流れちゃうからね。うん、まあまあまあそういう雰囲気がすごいありがたいんですけど、まあみんな新曲聴いてくれよ結局お前宣伝かいっつってな、うん、2023年はさ、僕たちワトリンはさコロナでデビューしたから、本当にコロナと一緒の時期なのよ始まったのが。だからこそなんかいろんなとこ行けなかったし、いろんなライブもできなかったしっていうのがあるんですけど、2023年はさ初めてあれなんですよ、僕たちのメンバー朝日の地元仙台に行くんですよ初めて。そういうのもあって、なんか今まで会えなかったウィンディに、会いたくても会えなかったウィンディに、僕たちに会えなくても来れなかったウィンディに会える機会があるし、そういう機会をどん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 作っていくんで、いけるように頑張るんで、なんか変わらずさらに力強く僕たちと一緒にいてくれたらなと思います。そうですねはい、まあめちゃくちゃ喋っちゃいましたけど、めちゃくちゃ喋っちゃいましたけど、いや、シュートは何、ずっと見てくれてたのか、嬉しいな、ありがとうないいやつだな大好きだぜ。そうですよ、そんでだよ、そんな最強なさワトインっていう味方がいるのにさ、俺にはさまたさブルームっていうさめちゃくちゃさ最強な味方ができちゃったからさ、もう俺は無敵っちゅうわけそうなのだからまあなんか俺がさしちゃった時にはさ、あの怒ってください、はい、なんかみんなとはそういう関係でいたいなって思ってます。
うん、みんなに元気だったりさ、なんか笑顔だったりさ、そういうの届けて、届けられるように、これから先もそういう人間に値するように頑張るんで。今俺がさ不安なのさ、何かって言ったらさ、こんなにもう不完全な自分が、まあ、完璧になることなんてないんですけど、不完全な自分がこんなにも大勢の人に見られて、こんなにも大勢の人に興味を持ってもらっているっていうのがさ、やべえやべえって思ってさ、焦ってんのよ、うん、もうちょっと俺は立派な人間にならないとなって思うし、なんだ、やっぱ抱える人の数がこう多ければ多いほどビッグな人間になっていくと思う、はい、あ、そうだ、それは僕、大きな人になるっていうのは変わらないんですね。小学校の頃に大きな〇〇になるっていう書き初めをしなくちゃいけなかったです。書き初めの時期ですね、今はね。そう、書き初めをしなくちゃいけなくて、大きな〇〇になる、僕は何にしようかなって思った時に、大きな人になるって書いたんですよ。その時に周りの人から、お前身長かよって言われたんですけど、僕は決してそうじゃなくて、まあ、身長も大きくなりたかったんですけど、まあね、それなりになったからかなってるんですけど、サイズが大きい人間になりたいなって思って書いてたんで、ずっと変わってないです、僕の目標は。こうやって知ってくれた人たちどん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 増やして、それを抱えられる人間になって、大きな人間になります、はい、なんていうちょっとこっぱずかしい宣言みたいなのもしちゃいましたけど、おシュート、みんな最強、最強だな、私は最強やな。めっちゃ冷蔵庫の音入ってんな、ごめんな、冷蔵庫の上でやってんだよ俺ライブ、ごめんなごめんな、うん、声量も大きいよって。誰が声量ばっかやねん、でかいけど、それはだってもう小中高と応援団長だったからしょうがないだろ、うん、そりゃなるだろ大きい声に。さーてと、年末にな、こんな年末にな、ありがとうな、みんな聞いてくれてなうん、ありがとうね。あ、しゅうちゃんコラボします？ヤッホー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 、お疲れ。ヤッホーヤッホー、お前いいこと言いすぎだろずっと聞いてくれてたんか。もちろん、なんかやっぱあれだね、まずいな。俺らはさ、そのグループを掛け持ちしてる身としてはね、そうだね、やっぱり響くことはあったね。あ、よく言った。いやー、でも、この君原でさ、なんか、そうやってグループに還元できて、また、ここで興味持ってくれた人が、俺らの、それぞれのグループとかに、来てくれるのは、すごい嬉しいことですね。そうだね。うん。そういう人が来るっていう、今、すごい嬉しい。そうね。なんかこれ。ジャンプファイヤーの時みたいになってな、これな。なってないこれ。なってるやないかい。これ俺さ、うん、今俺ゲリラでやっちゃってさ、うん、アーカイブ俺残そうと思ってたの。はいはいはい。大丈夫そう？大丈夫よ、もちろん。いい。あ、よかったよかった。うん、今日は何の仕事だったん？今日はね、いける範囲でいいですよ。今日はね、
YouTube を撮ってたね。YouTube 撮ってたの？そう。もう年末ですから。モテモテ？え？言ってねえわ。モテモテですから？年末ですから。あ、年末ですからね。年末企画がありますから。年末ですから、やっぱり、ね。もう、終わっちゃいますから。そうですよ。はい。大丈夫？お前、渋？俺やないか。誰がお前、球技大会の森修斗や、エアちゃんのズボン脱げた時の。あんな使われると思わないやん。すごいな。あんな一瞬も見逃さ。すごいね、みんなね。ありがたいですけど。うん。ちょっと僕のハードルが上がりすぎてないっていう。もうなんか変なことして、なんかね、ああ、森修斗やっぱダメだわってなった時に、どうしようか困っちゃうわ、あんな株上げられたら。絶対そんなこと。だってあれ、あんな、あんな。ごめんね。びっくりした。あんなところ切り取られるのはだって、もう素だからね。素が切り取られてんだから。大丈夫よ。絶対に。うん。逆に、時はね、次の時でさ、こう飲んだ時にさ、同じことが起こった。気持ち悪い。ってなっても面白いけど。いやー、まあね、おかげさまですっごい回ってくるんだよ、あれが。俺もあれ見とく。ありがたいですけどね。俺もペットボトルの飲み変えようって思ったもん。いいんだよ、毎日なくて。で、結構練習してん。てねえわ、そんな。これね、俺、シュートの前でこれやるの3、4回目ぐらいなんですよ、みんな。いやー、嬉しい。あのね、ツナ君とかもやってくんだよ。あいつはやんだ。そうなんだ。うん、ツナ君見てるっしょ、俺。ケイト見てんの？あ、見てる見てる。ねえな。いやー、ありがたいっすね。でも、それこそ、もうね、ファンミも終わりましたし、君原は。そうだね。ねえ、残す年、今年は、もうカウントダウン。カウントダウンです。スペシャル。楽しみですね。いや、楽しみだね。うん。楽しみ。みんなでもう、今年ラスト舞いましょうよ。舞いましょう。もうね、楽しみだな。舞い切りましょう。うん、マイキー、マイキー。マイキー、マイキー。誰がお前、東卍のトップや、お前。誰がお前、こうの、こうの、こうだよ。こうの、